目の前を行く獅子をよく見ると動かしているのは雄太郎と大村だその獅子の向こう側にはなんと肖像の姿も見えるほんの一瞬天神祭りの夜に奇跡的に西門の家族全員が揃ったのだ結局玄太は説明をしそびれたまま包みを置いて帰ったメイ子がおしずと一緒に包み上げてみるとそれはハモニカだった 器を見て肖像が作ったものだと気づいたメイコがおしずに謝るすいませんあのー、私が師匠におしずさんが食べたがってるかもと言ってしまっておしずは嬉しそうに口に運び涙をこらえて言ったこんなぶっさいぐちゃうねんけどこんなにおいしいもなかったな みながが帰帰った後ゆうたろうが帰宅する死の中に入る人々が食中毒で倒れてしまい急きょ祐太郎たちが駆り出されたのだ疲れ切った祐太郎は早く寝ようと二回上がるがおしの部屋から聞こえる声に足を止めた。